はい、どうも、デラキラスでーす。さあ、SH フィギュア2、ウルトラマンデコー、ソングタイム届きましたウルトラマンデコー2、コンプリートですよ。正確に言うとまあまああるんだけどね。とりあえずは、デッカーアーツコンプリートっていうところで最後を飾るストロングタイプが登場でございます。じゃーんと、赤を基調としたパッケージになってまして、かっこいいね。もちろん赤もかっこいいんだけど、このゴールドのね、装飾がね、すごく特徴的ですから、こういったところが、どういった感じで再現されてるのか、みたいなところもね、ポイントかなと思います。あとは、箱の裏側見ましょうか。裏側はこんな感じで、いろいろこうね、ポーズをつけたようなお写真あるんですけれども、今回、説明書がついてるんです。またついてるんですよ。箱の仕様が、前に戻ってまして、箱の溝に、説明を書く仕様じゃなくなりました。これ好きじゃないです。あれ好きじゃなかったです。開けづらいんですよね。左右で、この帯の長さが違うから、もう、嫌だった。あれ嫌だった。好きじゃなかった。っていうところで変わりました。弾けろストロング、ウルトラマンデッカーストロングタイム、はい、来ましたね。赤きデッカー力の戦士でございますよと。いや、素晴らしいですね。相変わらずね、出来がいいなといったところなんですけども、じゃーんと足元から見ていきましょうか。はい、足元。いや、装飾が綺麗ですね。やっぱり先ほど言った通り、ゴールドのね、パーツが、やっぱデッカーストロングめちゃくちゃね、かっこいいんだけど、すごくね、綺麗に、作られてるなっていう印象があって、あとやっぱアシンメトリーなんですよね。左右でね、デザインが違っていて、装甲をまとったかのようなね、こんな感じの靴のパーツになってたりとか、あとは膝の部分ね、膝も、左右でね、こっちだけある。ね、胸のパーツ、肩のパーツなんかももちろん左右非対称で、再現されてるっていうところですね。やっぱりデッカーストロングは結構ね、シンプルめなデザインなんですけど、その中ではこのゴールドのね、装飾というか、ちょっと鎧というか、そういうのがね、ついてるから、派手に見えますよね。あとは筋肉造形がとってもかっこいい。この腹筋ね、造形ね、めちゃくちゃこれがたまらなくセクシーですね。で、手の部分なんだけど、こんな感じでトゲトゲみたいな、ちょっとメリケンサックみたいな。ちょっと違いますけど、特に殴った時にすごい殺傷能力が、ね、高そうなね、装飾パーツもついていて、この辺もね、綺麗にね、再現されてますね。かなりシュッと尖っていて、シャープな造形で、この辺もかっこいいなっていう風に思いますし、あとは、相変わらずこの胸のパーツのね、プリント塗装がとても綺麗ですね。ウルトラマンデッカーと言ったらば、やっぱこのね、コスモがね、胸にあるわけですよ。コスモをね、胸に抱いてるわけですよ。これがね、かっこいいんですけれども、しっかりとね、綺麗に再現されております。で、先ほど言った通り、この肩パーツね、これもね、かっこよくて。ね、派手ですよね。派手だよね。うわー、こっちから見たら派手。どうですか、じゃーんと。派手さもありつつ、反対側は、すごくシンプルと。ね、これアンバランス具合は、なかなかないですね。ウルトラマンのデザインではなかなかないですよね。なかなかデッカーはね、攻めてるなーっていう印象がありますね。じゃあ、お顔でございます。相変わらず顔もね、すごく、キリッとした顔つきをしていて、かっこいいのと、あとはやっぱ覗き穴のこの線の感じとかもすごくリアリティが高いですね。頭にも燃え上がっているような、弾けているような、炎の表現があったりとかして、とってもね、綺麗ですね。いや、お顔がね、めちゃくちゃかっこいい。文句なしにかっこいいね、これは。とってもキリッとした目つきがたまらなくかっこいいです。横から向けるとこんな感じで、頭の形もタイプチェンジで変わるんですよね。ミラクルタイプとかだとすごい形してますもんね。後頭部がピョってね、角とんがってますもんね。デッカーストロングは、なんだろう、リーゼントタイプ、ジェラードンタイプ、フラッシュタイプ、もうちょっと湾曲してるわ。形が違う。面白いですね。こういった細かい部分見てみると、なかなか、あ、デッカーってこんなデザインなんだと。改めて、勉強になりますね。後ろ側、よいしょ。
いやー、メタリックのオレンジの塗装めっちゃくちゃ綺麗だな。あとね、やっぱりこの首のね、首周りこの辺デザインがあるのでね、横向けるのは苦手ですね。だから、多少上を向けてあげれば横も向けるんだけど、ちょっと横向くのは苦手かな。この首飾りというか、ネックウォーマーがあるので。ちょっとこの辺が、多少、干渉はしますね。で、メタリックのオレンジのプロテクターがあって、この辺すっごく塗装綺麗です。シルバーのこの線のライン取りなんかもね、なかなか細かいですし。下半身は、すっごくね、シンプルなんですよね。シンプルだけど、相変わらずこちらもアシンメトリーっていうところで、赤とシルバーのこの混ざり具合が左右で違うのが、面白いですね。あとは、デッカーストロング、すごくお尻の造形がセクシーだなっていう印象を受けましたね。今回も様々なね、手首パーツ等々ついておりますので、いろいろポーズしてみたいと思うんですけれども、構えですかね。こんな感じで、開き手のあっていう感じもね、すごく決まりますね。ストロングタイプなんで、やっぱりダイナミックな戦い方をさせたりとか、ポーズをさせると似合うと思うんですけれども、プロレス技が特に似合うかなっていうところで、ちょうどいいところにね、ダダさんがいたのでね、ちょっと対戦相手になってもらったんですけど、めちゃくちゃダダさんがね、いいやられ役を買ってくれてね、ちょっと遊んでて楽しかったですね。本当だったらばね、モンスターガーだとか、あもうちょっとデッカーとね、馴染み深い怪獣と戦わせた方がいいのかもわかんないんだけど、ダダがね、いいやられ役を買ってくれたんですよね。はい。これたまんないんですよ。はい。それから、武器持ち用の手首もついているので、デュアルソード。これを持たせることもできますし、これね、そう、デッカーアスミのね、手首もね、ついてるんですよ。っていうところで、デッカーアスミらしい、ツラッとしたような、ひょうひょうとしたような、ポージングをつけてあげることもできます。パッとね、開いた手首2種類、こうやって、並べてみると、結構やっぱ手の表情が全然違うんですよね。同じ手を開いているっていう言葉は一緒なんだけど、開き方とか表情が全然違うから、こういったね、造形の細かさ、わーすごいなーなんて思いましたね。はい、ポーズちょっと可愛くなっちゃいましたけど。あ、でもな、ちょっとデッカーアスミ用の開き手なんかは、割とこう、手に力を入れすぎていないっていうところがポイントだと思うので、ちょっとこう、ウルトラショットとか、イベント、ヒーローショーのウルトラマンデッカーみたいな、そういう遊びもできるかなっていう。まあ、ダダさんがいわゆるウルトラオタク役っていうところでね、はい、握手してみました。ウルトラマンと会うと、すごいへっぴり腰になって、どうも、アイドルにでも会ったかのような、あの、へこへこ具合で、握手する感じになっちゃうんですよね。わかる人いますかね。そしてウルトラマンデッカーではおなじみのサムズアップポーズもついております。あとは必殺技トルネードブレイカー、こちらのですねエフェクトパーツもついているので、派手なですね必殺を繰り出すポーズもできます。クリアなパーツで、派手な造形に仕上がっております。そして、ウルトラマンデッカーフラッシュタイプ用の手首もついているっていうところで、こちらもですね、デッカーアスミ用の再現ができる手首が2種類ついております。いけ、ディメンション怪獣ってね、アギラ、ミクラス、ウィンダムいけ手首ですとか、あとはこの決めポーズですよね。デッカーアスミと言ったらこのポーズ、このね、クイクイクイですよ。クイクイポーズね。いや、これができるのがね、たまんなくかっこいいんですよね。これもすごくね、手のね、造形が良くて、こだわりを感じますね。この手首をつけるだけで、一気に、デッカーの人格が変わるっていうのがいいですね。アスミカナタから、デッカーアスミになるっていう。これたまらんですよね。そして、やりたかった、デッカーアスミと、アスミカナタのダブルデッカーっていうところで、ウルトラマンデッカーダイナミックタイプと、ウルトラマンデッカーフラッシュタイプを並べて、ダブルデッカーで並べるっていうですね。これちょっとやってみたかったんですけど、決まりますね。かっこいいですね。アスミくん、いや、アスミカナタくん。カナタくんのこうデッカーをちょっと力強く立たせてみて。デッカーアスミの方は、ちょっとひょうひょうと立たせてみてみたいな。
これなかなかね、かっこいいんじゃないかなっていうところで、いいですよね、このダブルデッカー。いつかこの二人が並び立つところも見てみたいなとか思うんですけど、難しいかな。見てみたいですよね。そして、ウルトラマンデッカー揃い組でございます。フラッシュタイプ、ミラクルタイプ、ストロングタイプにダイナミックタイプ。こちらの4人のウルトラマンデッカーが揃い組でございます。いやー素晴らしい。ようやく揃いましたね。それでも、僕結構まだ早いなっていう印象があって。言うたってさ、デッカーさ。あーまあでもブレイザーも終わった。いや、まだ結構早い方じゃない揃ったのはすごく嬉しいですよね。うん。っていうところで、この4人のね、ウルトラマンデッカー並べられてね、嬉しいですよね。まあ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 、ただやっぱりこう、次は、ディナス。ウルトラマンディナスね。出てほしいですよね。そしたらばね、アスミカルタのデッカーと、デッカーアスミのデッカーと、ウルトラマンディナスと、まあ、ダイナの、今度4人でまたね、並べたいですよね。というところで、ウルトラマンディナスもね、ちょっといつか出てくれたらいいなと期待しております。はい。はい、ということで、今回ですね、SH フィギュア2ウルトラマンデッカーストロングタイプ、こちらも紹介いたしました。いや、もう造形素晴らしい。本当に素晴らしい。かっこいいの一言につけるし、これ文句のつけどころがなかなかないですよね。顔つきとか僕すごい好みだし、やっぱこの装飾のね、派手さ、綺麗さ、とっても満足できるフィギュアに仕上がってたんじゃないかなと思います。あとはようやくね、デッカーがね、それ組になったというところで、これも満足度がね、高いですよね。いやー、デッカーつもね、出ましたね。こうやって思うと、あとほんとディナスが出てくれたら一通りっていう感じがありますけど、ね、ディナスも、出てくれることを願っております。はーい、ということで以上でございます。それでは、バイバイ。